こんにちは。今回はね、白熊のパフェのアイスミルクというのが出た話です。知らない間にね、新しいのが出ちゃったんだよね。で、白熊のパフェを食べてみたいと思います。このミルクの味とね、この美味しさがまたいいなっていう感じですね。で、こう、この美味しさとね、この濃厚の濃いミルクとは滑らかさが良くて、でそこにプラス、このあれだ、フルーツのなんて言ったかな、これマンゴーのね、そう、マンゴーの味がじわっと爽やかに広がっていく感じで、これもまたいい味出してるなと思いますね。で、こうサクサクとして美味しくて、結構な、いい味わいをね、出してくれてるなと。いうふうに思います。で、こう、美味しさと、ミルクのね、濃厚さが非常に合ってて、でチョコレートの甘さとね、クリームの甘さが待ち合わさって、非常に美味しくていい味わいだなっていうふうに思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。